聖カタリナと洗礼者、ヨハネのいる聖家族は、現在、フィレンツェのウフィツィ美術館にあるパオロ・ベロネーゼによる油彩画である。制作年は、画家の初期から後期の間で議論されているが、ティントレットの影響を受けた後期の1562から1565年頃の制作年とすることは、大多数の研究者の見解である。カルロ・ロットによる、楊翡氏の作品、ジャン・アントニオ・グアルギによる作品、そして、原画とほぼ同じサイズの、おそらく、ベロネーゼ自身による作品など何点かの初期の複製が現存している。誰が作品を依頼したかについての記録は残っていないが、マルティネッリは守護聖人がアレクサンドリアのカタリナであり、以前にベロネーゼに他の作品を依頼したバルバロ家であった可能性があると理論づけている。本作は1648年にベネツィアのサンカンチアーの教会そばにあったカリンツィア出身のウィンドマン家の邸宅に所蔵されていたことが記録に残っている。1654年にカルロ・デ・メディチ枢機卿の代理人であったパオロ・デ・ルセーラは絵画を枢機卿に売却した。そして枢機卿の死後、デ・ルセーラ自身の提案により、親族のレオポルド・デ・メディチ枢機卿が作品を取得した。1798年に作品は最終的に現在の収蔵先であるウフィツィ美術館に移った。グロリア・ホシー、ウフィツィ、ギウンチ、フィレンツェ2004、ISBN 8809036751、カタログエントリー。2021年6月30日閲覧。ありがとうございます。